はい、皆さんどうも、毎度おなじみバタバタです。はい、皆さん、久々にあのオリパヤ登場しちゃいました。久々に変えたんだな、あのオリパヤ。はい、ということで今回も見ていきたいと思います。今回はこれだ、召喚バタ。おー、来た即完売オリパトレードの口だ。衝撃の一口1万円がっつりいこうぜ。はい、ということでですね、久々に、いやほんまに久々に変えたんですよ、トレドロさんのねくじですよ。いやー、トレコロさんですね、トレコロさんのくじですよ、トレドロ。ですね、今回一口1万円、数量50口で、いやー3口購入しちゃいました。ちょっとね、まあ買えねえかなと思ってね、3口ね購入手続きやったら、今回はさらっと買えちゃってね。いつもだったらなんかすごい購入手続きからぐわーってもうなんかこう思考が始まるじゃないですか、さっとさっとが、あーってもう即完売。はい、毎回チーになってたんですけども、今回は3口異常なく買えましたんでね、異常な速さでまあ売り切れるんですけども、今日は変えちゃいました。はい、ではもう変えたっていうのをめっちゃ押しつかった今日。1番トップレア、ここにね、まあ、乗ってるのが、主なラインナップですね。はい、当たり口です、当たりカードです。傷ありのアルティメットレッドアイズとかもね、ここら辺に、1番トップレアで来てくれてます。あとは20シークレットエリア、はい、これも4万円ぐらいしますね。はい、エリアさん、はい、まあ、トレゾロ価格なんで、トレコロ価格なんでね、はい、言っときますよ最初に。あとはウルトラレア、会員剣という3万8500円ぐらいのね、ここら辺もね、入ってますんで、はい。あとは20シークレット、エリア、もう2枚目ここに入ってるんですけど、これは傷ありなんでね、はい、もう1枚は傷ありということでですね、傷ありはいられなと思ったんですけど、まあそれでも1万円を優に越しますから、はい。あとはシークレットトゥエンティース、レイ、それも一口入っております。はい、まああとはね、ハズレも豪華になっておりますね。だいたい1万円ぐらいの仕様だと豪華ですね、ハズレもね、はい、ということでバンバンね開封していきたいと思います。さあ、久々のトレドロさんのくじですよ。いやー、皆さんも、楽しみにしてたんじゃないでしょうか、楽しみにしている、一つではないんでしょうかね、ほんまに。はい、そのね、1枚を、一くじを、軽く1万円のくじをですね、はい、軽く見せていきたいと思います。ではまず1枚目、てか1枚しか開いてないですけどね、いきます、せーの、バナトゥッテー。オシリスの天空竜、これゴールド式じゃん。お、今オシリスね結構値上がってきててね、何気に高い。おー、これ当たりですね。一応、トレコロ価格で1万1000円に入っております。当たりカードですね。2口入ってるそうです。そのうちの1枚引き当てました。どうだ、これは状態的にも良好ですね。はい、おーおーおー、状態的にも良好です。オシリスの天空竜、ゴールドシークレット、ありがとうございます。やったー、1枚目結構いいぞ、幸先いいんじゃないか。まあ狙うはもちろんね、このレッドアイズ、まあ傷ありですけどね、アルティメットレアですから、はい、いきます。じゃあ2口目、はい、颯爽と駆け抜けちゃいますよ。はい、バンドマンね、いきます、2口目、これはバザー。うーは、ここでちょっとやばいの来たんじゃない。これはだいぶ外れ、これはだいぶ外れでしょ。それでもすごい、それでもすごいぞ、結構上の方には、下の方みたいな、結構上の方には JA 品番、何これ JA 品番って言うんですか、よくわかりません。 JA 品番がちょっとよくわかりません。傷ありの、マスマティシャンって言うんですか、マスマティシャンですね。はい、トレコロ価格一口18,480円、当たりカードです。いやー、 JA 品番がよくわかりません。はい、ちょっとよく分かりませんけども、当たりという風になっておりますね。いいんですかこれ、全然分からないですけど、これ全然分かんない、これ、何これ、
ほんまにねえのこれ。あの状態的にはねすごい良好ですね。はいはいはい、うん、これも良好ですね。全然白掛けとかも、あー少し角にあるぐらいかな。うんうんうん、でも良好です。はい、全然いい。まあ傷ありだからね、まあそういう感じかな。はい、 JA 品番が良好。はい、ということでちょっとなんかすげえごまかされてるんじゃない、大丈夫。はい、じゃあ最後の、一口ですね、もうね。はい、3万円目、3万円目いきます。はい、ラストの一口目は、一口はこれだ、レッドアイズ。え、あ、これレッドアイズやけど。レッドアイズ融合しとるけど、確かに、あ、これはちょっと違うな。傷ありかよ、しかも。あー、これはちょっと一番下の方か、これは下の方だな、だいぶ。これはいくらですか。はい、センチシークレットね、ちょっと待ってください、めっちゃ読めまへん。チョーマ、ドリュー騎士、ドラグーン・オブ・レッド・アイズ、はい、ですね。これも1万560円と、それこの価格になっておりますね。はい、まあ、綺麗は綺麗だね。うん、確かにね。これ、至高の一枚って考えてるみたいですけどね。あー、少し、傷、白掛けかな、白掛け傷ですね。うん、でも全然良好っすね。はいはいはい。これぐらいだったらね。うん、いいと思います。はい、ありがとうございます。ちゃんと検品されてるんですね。はい、ありがとうございます。はい、傷ありのドラグーンでしたね。ドラグーン・オブ・レッド・アイズ。はい。ちょっとレッド・アイズ違いでしたけど。はい。この3枚でした。はい。どうでしょうか、皆さん。まあ、ちょっと、ねえ。全部当たりにはなってますけど、まあ、これが一番高い。え？これが一番高いのか。これが一番高い。風にはなってますけど、どれもちょっと、納得感があまりね。うん、説得力がない、メンズになりましたね、これね。はい、ということで、まあ、今回久々のトレコロ、1万円くじを、3枚、3口開封しました。ですね、またまた、いろいろオリパーやってきますんで、ぜひ、最初に言わせた、ほんまにバンダマンチャンネル、チャンネル登録お待ちしております。はい、ということで至高の3連続でした。また見てね、バッター、あっちゃー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。